こんにちは、西粟倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、これから YouTube を始める方、始めたばかりの方へね、この底辺 YouTuber からのメッセージ第2弾ということでね、前回お話しした内容がですね、こう1、まあ、変なプライドは捨てる、かっこつけない、第2がですね、2個とね、笑顔を心がける、はい、第3がですね、自分の YouTube チャンネルを知人に紹介しまくるということでした。はい、今回はですね、今回も3つあります。まず1つ目がですね、できるだけ多くの動画をアップするということですね。まあね、最初何でもいいのでね、動画をアップしまくるということが大切です。まあ、一般人はね、こう動画を上げても誰も見てくれません。一本のね、動画で再生回数をね、狙うなんてね、夢のまた夢。まあね、こう芸能人がまあいきなりこう YouTube にこう入ってきてですね、 YouTube 始めましたっていうのはね、それがね、バズるっていうのは当たり前のことなんですね。それはまあ芸能人はまあ過去のこう実績を持って YouTube に入ってきているんでね、それは当たり前のことです。なのでね、1本で100再生とかね、まあ、最初難しいですが、でもね、まあ、こういうふうに考えてほしいんですね。まあ、例えば動画1本で1再生だとしたらですね、動画100本作ればね、100再生いくじゃないですか。まあ、こういう考えでね、とにかく最初はもう数で勝負ということでね、まあ、慣れてきたら、まあ、自然とね、こう内容も工夫していくようになります。これは自然になっていきます。はい、ということでね、第2がですね、動画作りに慣れるまではカテゴリーを気にせず何でもアップするということが大切ではないかと思います。まあ、例えばなんですけど、まあ、腹が減ったからこれからラーメン食べますとかね、いうことでもいいと思います。僕もね、まあ、未だにカテゴリーをちょっと絞りきれてないんですがね、例えばね、こう僕のチャンネルに出てくる JY ジューンっていうのがいるんですが、これがね、モデルガンを持ってね、こう山でね、走り回ったりですね、まあ、時にはこのおっさんがまあ木に登る動画とかね、結構やってます。なのでね、本当はね、カテゴリーを絞ってやった方がチャンネルがこう伸びるっていう風に聞くんですがね、まあね、ちょっとね、僕は無理ですね。というのはね、僕はまあ結構いろいろやりたい方なんでね、ちょっと無理かもしれません。まあとにかくね、自分の好きなこと、自分が普段からやっていることとかをね、アップしてみるっていうことが大切ですね。まあそうしますとね、あの面白いことがね、時々起きますね。まあ僕なんかで言いますとですね、まあこの G-SHOCK がですね、好きなんですが、まあこれの保管方法であったり、まあ機能紹介とかね、やったり、まあこれちょっとびっくりしたんですけどね、このコンビニのコーヒーマシンってあるじゃないですか、それの使い方とかのね、動画を上げたらですね、まあ数ヶ月後に数千回再生とかね、まあこういうこともあるんですよ。この中でね、まあ一番ね、僕が驚いたのがですね、まあ僕が以前からね、やっていたまあ方法でですね、マスクを再利用、マスクをレンジでチーンっていうね、動画がね、これがまあ、まさかの約20万回再生とかいうこともね、まあこういうこともね、ありますんでね、まあやっていればね、バズるというんですかね、最近僕はまあ昭和の人間なんでね、あまりバズるとかいう言葉はあまり使わないんですけど、まあ今の言葉で言うと、まあバズるですね。バズる動画も出てくることがあります。なのでね、動画作りに慣れるまでは、まあカテゴリーを気にせずに、とにかく何でもアップするということですね。はい、それでは第3ですが、これはね、結構重要ではないかと思います。視聴者さんのコメントから学ぶということですね。まあ最初はね、
動画を上げてもね、全くコメントはつきません。でもね、何本か動画を出していくうちにね、コメントしてくださるようになってきます。まあ、そうしますとですね、この視聴者さんのコメントから、まあ、勇気とね、力が結構いただけるんですよね。それとですね、こう、視聴者さんの期待していることがわかる。それから時にはね、アドバイスもいただけます。まあしかしね、時にはやっぱりアンチコメントも来ますね。こう再生回数が多いこの動画によくね、アンチ的なコメントが来ますが、まあそれもね、まあ含めてコメントをしっかり読んで、まあ次の動画につなげるっていうことがね、これは結構重要なポイントになると思います。はい、ということでね、こう3つこう紹介しましたが、まあできるだけ、まあ1がですね、できるだけ多く動画をアップする。第2がですね、動画作りになれるまではカテゴリーをまあに気にせず、とにかく何でもアップするということでね、こう第3がですね、視聴者さんのコメントから学ぶということですね。ということでね、この底辺 YouTuber がね、1000人にも行ってない YouTuber なんですが、ちょっと偉そうなあのことを言いましたが、お許しください。ではね、またこの YouTube に関して、僕でもお伝えできることがありましたら、放送していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。